山本修五郎作津山の鬼吹雪1文化3年9月初めのある日ビンゴの国三原から尾道への途中にあたる杖織峠の急坂を2人の浪人者がひょろひょろと登っていた。 片方は肥えているし、片方はまたひどく痩せた男であるが、落泊した風呂といい、気抜けのした足取りといい、両方とも疲れと上にすっかり参っている様子がわかる。そのうちに峠の八合目がかりへ来たとき、ついに肥えた方がくたくたとそこへ腰を据えてしまった。おい、せ、 拙者はもうダメだぞ。また始めたのか今度こそ本当にダメだ。もうこれ以上は一足も歩けない。そんなことを言わずに元気を出せよ。もうそこにトゲャヤが見えている。いや、茶店があろうと、飯屋があろうと、飲めも食えもできるわけではない。 もう嫌だ。拙者はここで腹を切る。そう言って、肥えた男は、差し添えのつかへ手をかけた。痩せた方はびっくりして、その腕へかじりついた。ジンバ、ば、バカなことをするな。止めるな、王川。は。五年以来の惨めな朗朗で、大抵の苦しさは慣れてきたが。 この死後日の食わず飲まずにはとても耐えられぬ。そんな腹の減ったぐらいがなんだ。気候は痩せているからそう言うが、この苦しさは太っているものでなければわからんぞ。それに、たとえ一時のしのぎがついたところで、先の望みのないことは、五年来の経験でよくわかっている。 もうたくさんだ黙って腹を切らせてくれ待て待てジンバ痩せた男は無理やり友達の手を引き離した紀行が腹を切るとまで覚悟を決めたのなら改めて拙者から相談があるもうよい妙薬の種も尽くしたまあ聞け 実のところ、拙者も今度ばかりは参った。ここまで行き詰まれば、尋常の手段ではしのぎはつかぬ。そこで考えたのだが。なあ、ジンバ、気候も死ぬと覚悟を決めたからには、何でもできるだろう。どうだ思い切ってやってみる気はないか。何をやるのだつまり、 一口に言えば、山賊だ。えた男は、むくっと居直った。おい、大川。不思議だな。実は拙者もそれを考えていた。そして考えていることに気づいたから、恥ずかしくなって腹を切ろうと思ったのだ。じゃあ、やるか。破れかぶれだ。 こうなれば、山賊でも追いはぎでも何でもするぞ。だが王家は、やるとしても、町人百姓に分けして手を出すまい。武士に限ると約束してくれ。心得た。拙者も武士だ。約束をしよう。二人は、ほこらかに頷きあった。いわゆる火星土といって、 指導の最も支配した時代。一方には特権階級が斜視陰落の限りを尽くし、一方庶民階級には極度の貧困が襲いつつあった時代。さらに無数の老人たちが事実上上に迫られてきた時代。その時代の濁流に浮く二粒の泡にも似た。 神馬大介と大川春部とは、長年の帰還に耐えられず、ついに武士として最後の誓いを結んだのである。誓いは結んだものの、さてなかなかおいそれとことが運ぶわけのものではない。ちょうど季節のことで旅人は少なくなかったが、大抵は町人か百姓、女子供や宅発僧というありさまである。 皮肉だな。諸国を朗々していると、どこもかしこも武士だらけで、息の詰まるような気持ちだったが、こうやって見ていると、やはり武士より町人百姓の方が多いぞ。<ん>まったくだ。うっかりすると、武士の来ないうちにこちらが飢え死にをしてしまうかもしれぬ。はじめの約束が、そろそろ危うくなりかかったとき。 峠道を一人の武士が登ってきた。年の頃四十二三。筋骨のたくましい口ひげを立てた。身なりも立派な男である。おい、来たぞ。うん。人馬も大川もさっと顔色が変わった。ぎ、技巧やるか。いや、こういう時は押し出しが肝心だ。 気候は体もでっぷりとして重々しいから、まず一番槍は気候に譲ろう。そんな、その、太っていると言ったところで。頼む。早くしないと逃がしてしまうぞ。後でたらふくやれるんだ。頑張れ、ジンバ。とんと押されて、ジンバ大介はひょろひょろと武士の前へよろめき出た。 二。旅の武士は足を止めてじろりと見た。大介は危なく踏みとどまると、相手の鋭い視線にぶつかってひやりとしながら、半ば夢中で、ま、またれと声をかけた。相手は立ち止まったままじっと睨んでいる。力のある圧倒的な眼光だ。 大助は思わずぺこりと抵当した。何かご用かいや、そのあ、あれでござる。唇がわなわなと震えた。それ、あの、お、大阪へはどう参ったらよろしゅうござろうか大阪はこの道を東へ東へと参る。はあ。 東へ東へ。さよう、東へ東へと参る。言い捨てて旅の武士は峠を登っていった。神馬大介は傍然とその後ろ姿を見送っていたが、ふと気がつくと膝頭は音のするほどガクガク震えているし、背筋から脇の下へかけて流れるような汗だった。 どうしたのだ、ジンバ大川春部は,はいまいましそうに怒鳴った。覚悟のほどにも似合わぬ。この必死の場合に大阪へはどう参るバカバカしい。なんだってまた大阪へ行く道などを聞くんだ。そう言うがな、大川。こいつは考えたほど楽な仕事じゃないぞ。 何か用かと言われた時には元気に詰まった。まさか手前は山賊でござるとも言えまいし、大体あの場合何と言ったらいいのだ教えてやるから見ておれ。大川春部が顎をしゃくった。見ると峠の上からけものと見える旅姿の娘が、 ろうぼくをともにしてお,りてくるおいおい女をやるのかしかたがない襟好みをしているうちにはこちらが飢え死んでしまう見ていろ決然として春部は,は道へ出ていった娘と老木は秋の山道を楽しむように流れる雲遠い山並みを眺めながら 足も軽々と坂を下りてくる。春部は、一、二軒やり過ごしておいて、ぎらり体験を抜きながら、これこれ、しばらく待て、と声をかけた。娘と獣者は足を止めて振り返ったが、春部の姿を見ると、さっと色を変え、老木は娘を背にかばいながら、こ、これは、 何ぞ御用で。ようは言わずとも知れていよう。老老の身の上で何重するものだ。所持金残らず置いていけばよし。死の子の申すと切って捨てるぞ。馬鹿な、馬鹿なことを言わっしゃるな。私どもも宮島へ参詣の戻り道、お金などは。黙れ。 身ぐるみ脱げと申すところだが、娘と見てそれだけは許してやるのだ。そんな無法な。うん。切って取るぞ。春部が大声でわめいて踏み出したとき、不意にどこからかつぶ手が飛んできて、バラバラと春部の表へ当たった。あっと叫んで思わずたじろぐ。 坂を駆け上ってきた一人の若い武士が、早くお逃げなさい早くと叫んで、娘と老木を押しやり、立ち直っている春部の前へぐいっと立ちふさがった。春部は思わず一歩下がって相手を見た。まだ若い男で、年は二十四五、痩せ型の長身で、 目鼻立ちのさえた素晴らしい美男である後に軍学者で一代の標本家資料平山幸三がこの男を評して「三百石でも安い男ぶり」と言ったほどずば抜けた美男だった春部は勇気を盛り返した「なんだ女みたいなにやけ男めこんなやつのために せっかくの仕事を邪魔されたかと思うと、うぬ、貴様、そこ動くな、と土星を上げて切りつけた。ああ、危ない、待たれ。若侍はひらりと横へ飛ぶと、危ない、どうか、命ばかりはお助け。ええー、動くな、切ってくれる。 そう言わずに、ご勘弁、お、危ない。シャニに切り立てる、ハルベの立ち先を、若侍は恐ろしそうに逃げ回る。いや、その素早いこと。連日の上と疲労に、すっかり体のまいっているハルベは、たちまちへたばって、道の上へ尻餅をつきながら悲鳴を上げた。おい、ジ、ジンバ。 貴様何をぼんやり見ているんだ来てこやつをこやつをダメだたくさんだジンバ大介は弱々しく頭を振った。そんな蝶々みたいなやつを追い回すくらいなら、拙者は腹を切る方が楽だ。ちくしゃ大川春部の 天運もつきたか。そう言って春部はおろおろと泣き出した。若侍は少し離れたところからこの様を見ていたが、もう危険はないと思ったか、静かに近寄ってきて、失礼ながら、と声をかけた。ご両所とも大分おわりの様子でござるな。み 三日も飲まず食わずでいれば、大抵の人間は,要はあるのが当たり前だ。では、貧ゆえの山賊でござるか。誰が好き好んで、こんな浅ましいことをするものか。今日まで散々ロークを舐め、土壇場に及んで、にっちもさっちも行かず、い、今のが仕事始めだ。 それをき、貴様が、そうであったか。若侍は、美しい眉をひそめて、それはお気の毒、と申したいが、山賊にまで落ちずとも、生きる道はござろう。お邪魔をしたお詫び、というのも失礼ながら、いささか手前に思案がござる。ともかく、 その辺りで食事でも参りながらご相談をつかまつろうえしょ食事食事を神馬大介が目の色を変えて立ち上がった3安倍元守十一万石の城下福山の西下屋敷町に一豊流 剣道指南梶原昌衛門と看板を掲げた兵法道場がある。前の日から二日目の昼前、この道場を訪れた三人連れの浪人があった。言うまでもなく、神馬大介、大川春部、それに秋津男之助と名乗る、例の奇妙な若侍である。 では、よろしゅうござるかこれから先日お話申した新手の道場破り、食いはぐれのない戦術をご覧に入れるから、記念型は門弟のつもりでお願い申しますぞ。男の助が念をした。仕方がない。約束だからそのつもりでやってみよう。しかし大丈夫だろうな。ま ご覧ください。男の助は玄関へかかって穴井を凍った。それからが大変だった。取り次ぎの者のが出てくると、体に似合わぬ大音上でとうとうと。拙者ことは、天外無六の老子にて、秋津男の助と申す。幼きより兵法を整験し、 天神、昇殿、新道流に発して、倉馬八流を極め、それより新陰流、一刀流、金巻流、小野派、中野派、諏訪流、両天覚醒流など、およそ剣の道として学ばざるなく、また学んで費用を極めざるはなく、全国を遍歴すること七年夕飯、 この間、試合を挑むこと、一千二百余回。一度として負けを取りたる例なき者でござる。道国に、かじわら先生ありと承けまわり、道辞を曲げて三条つかまつった。願わくば一手、お立ち会いくださるよう。右よろしくご披露のほど、頼みいる。 はあ。取り次ぎの者は驚いて奥へ飛んでいったが、ジンバ、大川の二人も呆れて目を向いた。おい、あんな大ぼらを吹いていいのか見ていればわかりますよ。しかし、あんなほらに恐れて、たとえ十文のわらじ線でも出すような好人物は、もうおらんぞ。なあに 奥の手はこれからです。男の助は平気なものである。神馬も大川も、こいつはうっかりするとひどい目に遭うぞ、と思って急におじけづいたが、そこへ取り次ぎが戻ってきたので、逃げ出すわけにも行かず、白氷を踏む思いで道場へ通った。道場には三十人余りの門弟たちがいて、 この波外れた三人連れの武芸者を前に、後期の目を見交わしながら、隅の方へ固まった。出てきた主人の梶原昭右衛門というのは、四重そこそこのたくましい体つきで、目鼻の大きい、唇の厚い、聖寛そのもののような面魂を持っていた。はじめにお断り申すが、 挨拶が済むとすぐ男の助が言った。拙者流儀の起き手として、他流自愛にはご師範と直にお手合わせを願わねばなりません。世間には未熟な師範がいて、自分の腕を知らるるが嫌さに、門弟などを出してごまかす人間がしばしばおります。ムラント道場などはそんな、 承知した。手前すぐにお相手つかまつる。梶原わら右衛門は、憤然と相手の言葉を遮って立った。と、男の助は、静かに笑みを含みながら。それから道具でござるが、面小手をつけた死内剣術では、真の腕は知れぬもの。すめんすご手に勃剣で致したいが、 いかがであろう望むところだ。昭右衛門は吐き出すようにわめいた。他流試合でも、すめんすごてに勃剣などを使ったのは、寛永ごろまでのことで、これではひどくけがをするし、死者の出る例も少なくないところから、後にははっとにさえなったくらいである。それを、この歌舞伎役者のような男が、 自ら望んだのだから驚いた。ジンバダイスケは顔色を変えて、おい、王家はあいつめ荒手の道場破りを教えるなどと言っていたが気が狂っているに相違ない。これは大変なことになったぞ。俺たちはどういうことになるだろう。カジュアラ先生すっかり怒っているから。 あいつは撃ち殺されるに違いない。我々もただじゃすまんなあこれは。今のうちに逃げるか。いや、門人たちが逃がすまいよ。二人はごくりと生つばを飲んだ。この間に正右衛門と男の助は手早く身支度をして墓献を取り、会釈を交わしてさっと左右に離れた。 両者の間、およそ二軒。愛聖願につけて呼吸を図った。昭右衛門は一撃のもとに打ち据えてくれようと、満面に敵意と土器をみなぎらせている。それに反して、男之助の方は、唇あたりに微笑みさえ浮かべ、墓犬を持つ拳も軽く、女のような優しい澄んだ瞳で相手を見ていた。 えい卒女として男の助が第一声を放った。道場の私癖をつんざいたかと思われるような力のあふれたすごい気合である。同時に小衛門はさっと一軒ばかり飛びのいた。顔面が草白になって眼光をにわかに殺気を帯びてきたと思うとつまずりにじりじりと間を縮める。えい よっと叩きつけるような気合。けれど男の助は微動もしなかった。正右衛門はそれ以上進まず、男の助も石像のように黙したままである。道場は一瞬墓地のような静かさに包まれた。一撃のもとに撃ち殺されると思っていたのに、なんだか様子が変なので、 一同が我知らず膝を乗りせつな男の助がひらりと後ろへ飛びつさって「まいったー!」と叫びながらけんを控えた「4いやっぱれお見事のお腕前」。 開国七年夕飯。かつて遅れを取った霊なき、秋津男之助。今日初めて真の達人に会い申した。失礼ながら、貴殿ほどの御人は、天下広しといえども、江戸においては戸ヶ崎熊太郎、微州家の鈴木尾の八郎、新陰流の赤石軍司兵 彼らを置いて他に匹敵する剣士はござるまい。願わくは、今日より拙者も、門下としてご共同に預かりたく存ずるが。いやいや、その時期では痛みいる。小右衛門は、額の汗を拭きながら。お若いに似合わぬ五連達。拙者もいささか、 勉強をつかまつった。とにかく席を改めて一掃剣持妄想。そう言って身支度を説いたそれから奥へ生じられて趣向が出る久しぶりの地層にありついて神馬も大川も心ゆくまでのみかつ喰ったその間にも男の助は盛んに正右衛門を褒める 何しろ、モンテーレンのいる前で、天下の名人たちと肩を並べて褒められるのだから、正右衛門はずんと気を良くしたらしいが、どこやら不気味でもあるらしかった。二時余りして別れを告げると、さしょうながら五選別に、と言って包んだものを差し出した。 道場を出て四五町を行く間に、ジ馬と大川は歯を食いしばって笑いを耐えていたが、もう大丈夫と思うといきなり満腹の腹を抱えて爆笑を始めた。わっは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 は。いや、どうも驚いたやつだな、キコ。あんな手があろうとは気がつかなかったぞ。 大した奴だ。呆れたものだ。褒めも褒めたり、天下の名人とは。いや、あの梶原先生の嬉しそうだったことは。時 <laughs> <laughs> に、いくら入っている男之助は黙って紙包みを渡した。大川春部が開いてみると。いや、じ、重量。 十両あるぞ。お、ほ、本当か。どれ見せろ。いや、本当だ。五番で十両。一両あれば、高い時でも米が四とほど買えた時代の十両である。二人は目をむき出して驚いた。三族よりは楽でしょう。いかが男の助は、 投げに笑った。福山でもう一軒、無念流の岡村金十郎という道場を訪れ、ここでも全く同じ手を用いて、これは五両になった。一日に十五両。その夜は、神鍋の町に泊まって、あくる日は、備中岡田藩へ向かう。とその途中。 山陽道と道の分かれるところへ差し掛か,かったとき、ジンと大川の二人が、秋津港、ちょっと待ってくれ、と立ち止まった。なんでござるか実は、ここで我々は別れたいのだが、それはまたどうして二人して気候のすねをかじるのも気の毒だし、おかげで道場破りの荒手も覚えたから。 我々も一つ、気候に習ってやっていこうと思う。正直だな、貴殿方は。男の助は、にっと微笑して。だがそれは難しい。なぜと言って、この手には、一種のコツがあるので、そうたやすく誰にでもできるわけではござらぬ。悪いことは言わぬから。いや。 大丈夫。ジンバ大介は自信たっぷりに頷いて、はじめに天下の大豪傑と名乗って驚かし、堂々と勃剣試合を望んで肝を抜き、いざという場合に参ったと声をかけ、門弟たちの前で褒め立てる。つまり、これだけの順序ではないか。ジンバの言う通り、 実は昨夜の宿ですっかり相談したのだ。どうかここで別れさせてくれ。そうか。男の助は頷いていった。それでは気ままにするがよい。拙者はこれから10日の予定で三正の国の津山へ参る。また檻もあらば会うとしよう。よかろう。今度会うときは 我々も大名旅行だ。たっぷり返礼の地層するぞ。どうかそう頼む。では、ご剣豪で。会釈を交わして左右へ分かれた。この奇妙な男。平山構造をして三百石でも安いと散々せしめた男ぶり。 歌舞伎役者にもない美女部は誰であるか。また、新手の道場破りと言っている妙な試合は、果たしてただ金を得る目的だけのものか。これらのことは次の章で明らかになるだろう。五。岡田藩から浅尾、松山とめぐって、 いたくからみまさかの国に入った秋津男之助は、九月半ばのある日、松平十万石の城下、津山の町にわらじを脱いだ。その夜、夕食の時、休時に出た宿の橋ためが男之助の様子を見ながら、お武家様も武術ご修行でいらっしゃいますかそう見えるか あんまりお綺麗なので、はじめは歌舞伎芝居の役者集かと存じましたが、先ほどお風呂へ入っておいでなさるところを拝見して、呆れたのかいいえ、女のようなお肌でぞっといたしました。<laughs> はしためは休時本で笑いを隠しながら。でも、いくらお綺麗でも、 おお武家様のお体は違いますわ。すぐご修行のお方だと分かりますもの当地へも武術修行者が来ると見えるな武術修行やら恋修行やらなんだ恋修行とはあらご承知のくせにあなた様も村瀬様の道場を訪ねていらしたのでございましょう 何しろ村瀬道場のお嬢様は津山のかぐや姫と言われて中国一円から今日大阪にまで評判のお方。津山へいらっしゃるご修行のお武家様方がみんなお目当てに遊ばすのも当たり前でございますわ。はした目の情絶に恐れをなした男の助は早々に食事を切り上げて 寝床の支度を命じた。明くる日はすっきりと晴れた秋日和で、山国のひんやりした風も肌に快く、国境の山並みの上には、白いちぎれ雲が静かに東へ東へと流れていた。宿を出た男の助は、まず津山城を大手から見物して、武家屋敷の方へ回ろうと、 川端町をやってくると、ある屋敷裏の草原から、いきなり、秋通寺、秋通じ、と叫びながら、跳ね出してきたものがある。こんなところに地球はないがと思って振り返ると、こちらへよろめきよろめき走ってくる浪人亭の男が二人。見るまでもなく男の助は、いやあ、 ジ馬に大川のご了承。ありがたい、ありがたい、地獄で仏だ。と、あえぎながら近寄ったのは、まさにジ馬大介に大川春辺の二人であった。しかし驚いたことには、あれほど意気込んで別れた彼らが、杖織峠であった時より、行く倍いもひどい格好をしている。 小敷きのようなと言いたいが、そう言ったら小敷きから文句が出ようという姿だ。男の助は笑って。どうだ新手の道場破りは。今度会ったら返礼にそうしてくれる約束だったが、早速どこかで一賛いただこうか。冗談を言っている場合じゃない。すぐに何かを食べさせてくれ。今日まで丸三日というもの。 水ばかり飲んで気候の来るのを待っていたのだ。頼む、どうかすぐに頼む、でないと。男の助は笑いながら道を引き返した。それから間もなく、宝器街道への建場じゃやで、陣馬に大川は酒と飯とを一緒に詰め込みながら、男の助へ失敗談を語っていた。 あの時気候はコツがあると言ったが、実際何かよほどの区伝があるんだな。何しろこっちは道場の主をおだてるのが目的なのに、我々ではどうもおいそれと主が出てくれない。まず門人と立ち会うか、出なければお断りだと来る。仕方がないから、始め件はじめ二三言は、まず門人とやってみたがいけない。 長野老人で体がなまっているから、本当に負けてしまう。門人に負けたって、お世辞にならんからな。これはいかんと思ったので、その後はひた押しに頑張って、道場の主と立ち会うことに決めたが、さーてまたこいつが難しい。はじめの時には、参ったという暇もなく、打ち込まれた。 その次の道場では、拙者が何でもこれは早く負けを名乗るに限ると思って、い取りをするがいなや、まったーとやった。ところがその時、相手がまだ身構えもしていなかったので、門人たちが遠慮もなく失笑しやがった。ははははははは。男の助もたまらず肩を揺すって笑い出した。 話すほどに食うほどにやがて二人はお首が出るまで満腹し酔ったさて秋通じこうなったらどこまでも気候についていくつもりだがまさか嫌とは申されまいな最もっとも我々は無理にも離れぬ覚悟だがいいとも旅は道連れという北前 それで全く生き返った。二人は言葉通り蘇った顔色である。で、これからどうする正月までに江戸へ帰るのだが、ことによるとこの土地にしばらく滞在するかもしれぬ。今日はこれから村瀬という道場へ参るのだ。また、例の口かはははは。<laughs> そうかもしれぬ笑いながら男の助は立ち上がった感情を済ましてそこを出た三人は道を尋ねながら村瀬道場へ向かっただがどうも不思議だよ陣馬が首をひねってあんな簡単な参った戦術が気候にできて我々にできんというのは に落ちぬ見ているうちにはやがて貴公らにも特心が参るであろうよ男の助はこともなげに微笑していた6村瀬喜兵の道場はお蔵屋敷の外れにあった犯行からふちされているだけに構えも堂々としていたが 稽古休みででもあるか、市内の音はしていなかった。男の助を先に玄関へかかろうとすると、右手の庭口の方から一人の娘が出てきてばったり行き合った。ちらと目を合わせた途端に男の助は思わず目を見張った。彼はもともと自分の男ぶりなど気にしたこともなく、大抵の美人に会っても、 目を引かれた例などない方だったが、その娘の美しさには驚いた。それはただ美しいというだけでなく、気高さと夕日とを兼ねて輝くばかりに思われた。これが津山のかぐや姫だな。そう思い、そしてかぐや姫とは意味軸も呼んだり。 と、思った。娘の方でも、男の助の秀でた美男ぶりを見て、はっと目の縁を染め、行き過ぎようとしたが、何を思ったかふと二三歩戻って、あの、失礼でございますが、と声をかけた。は、違いましたら、お許し遊ばせ。もしやあなた様は、 貧乏の杖織峠で俗に襲われていたところを、お救い下された方ではいらっしゃいませぬか男の助は、あっと言った。では、あなたがあの織の。はい、その織のものでございます。やはりあなた様でございましたか。これは、実に奇遇な。 まさに奇遇である。杖折峠で神馬大川のにわか山賊に襲われていた老木連れの娘。あの時はとっさの場合で、こちらは顔を見る暇もなかったが、娘の方では彼を覚えていたのである。男の助と娘が互いに頬を染めながら、親し,しそうに礼やら挨拶やら取り交わしている。 そのそばで、いや、神馬大川のてれまいことか、男の助の背をつつきながら、消えも入りたげに背いていた。実は、先生を訪ねて参ったのですが、ご在宅でございましょうか。それはあいにくでございました。父は早朝から、ご門人衆を連れて、 城山へ野崖試合を催しに出ております。でも、もう帰るころでございますから、どうぞお待ち遊ばして。いや、それではまた出直して。と言っているところへ、どかどかと十四五名の浪人者たちが玄関へ踏み込んできた。見ると、いずれも一癖ありげな面魂で。 身なりも悪く、バカ長い無ぞりの体験をさしたのや、菓子の六尺棒を持ったのや、手樹雑多で、この頃流行の、徒党を組んで押し歩く悪浪人の群れだということは、誰の目にもすぐ分かった。よあ、いるぞいるぞ。浪人たちの中から、娘を見つけたやつが、同魔声を上げた。 おい、見ろ。これが評判の、意気弁天、陽気比。津山のかぐや姫様だ。みんな酔って拝み立てまつれ。なるほど、美形だな。どれどれ癒しげに目を光らせながら、遠慮もなく娘を取り巻こうとした。男の助は静かに、その前へ立ちふさがって。失礼ながら、 ご用の趣はと聞いた。すると仲間の頭らしい六尺棒を持ったやつがぬっとひげ面を突き出して「五用だと貴様はんだ当家の門人でござる。フッ <laughs> そんな生白いにやけた面で武芸をやるのか俺はまた男の駒遣いかと思ったぞ。 門人なら道場のある時に取り継げ、天下の老人、大横田様之助が、未人組の同志、十五名と共に参った。評判娘のかぐや姫をかけて、一勝負申し込むと、分かったか。それから断っておくが、我々はいずれも倉馬八流から一刀流、次元流、諏訪流。 あらゆる流派を極めた腕揃いだ。関東、京藩、中国。武芸者という武芸者を微塵に打ち砕いてきた。微塵組の名の由来するところだと、よくそう申すのだ。ふふふ、こいつは拙者の上手だ。男の助は思わず失笑した。な、何を笑う いや、せっかくでござるが、今日は先生はじめ、主なる門弟は多出中でござる。残念ながら後日改めて。言うな言うな、その手は食わんぞ。大横田浪人、わめき立てた。こちらが強いと見ればイルスを使う。そんな甘手に乗る我らではない。早く取り継がぬと。 踏み込むぞ。それより我々を恐れるのは腕前未熟のためであろうさすれば勝負は勝ちも同様だからそのかぐや姫をもらっていく方が早かろううん元臭めうまいことを申すな大横田はにたりと笑って。 その方がいっそ手数が省ける。さあ若造、そこのけ。掛け地合いの代物を受け取ってやるぞ。のかぬか。それは困る。男の助は弱々しく言った。気持ちの悪い声を出すな。困ろうと困るまいと。 こっちの知ったことではない。いや、そちらが困るので。なんだと男の助は振り返って。ジンバさん、この人たちの噂を知っているかし、知っている。ジンバ大介は隅の方から青い顔で答えた。知っている。 秋通じ、手出しをしない方がいい。殺されてしまうぞ。へえ、そんなに強いか。中国筋で評判だ。他流試合と言って何人撃ち殺されたか知れない。黙っている方がいい。黙って。そいつは怖いな。男の助がニッと微笑したとき。 こやつ、人を長老するか。わめいて、元衆と呼ばれた男が、いきなり横から殴りかかった。娘は、あ、っと悲鳴を上げたが、男の助はかわしもせず。いや、気の早い、と、素早く相手の腕を取って、逆にねじあげる。ぼきっと骨のへし折れる、不気味な音がして、 ギャーっと喉を鳴らしながら、元衆の体は二三軒右へ消し飛んだ。陣馬大川の二人は仰天して目を向き出した。しかし本当にびっくりしたのは、それから後のことである。ああ、悪いことをした。腕を折ってしまった。男の助が気の毒そうに言う、刹那。 大横田が一歩開いて、物をも言わず六尺棒をはっしとばかり打ち込んだ。途端に男之助の姿が見えなくなった。おや、神馬と大川がつぶやく、と、取り巻いていた浪人の群れが、蜂の巣をついたように破れて、右の端へちらと男之助の体が見えた。そして次の瞬間には左手へ まるで光のような素早さで縦横に穏健する。その度に骨を打ち砕くすざまじい音がして、三人、五人とみるみる牢人たちは打ち倒されていった。まさに寄進の技である。沈まれ、沈まれ大声に叫ぶ声がした。はっとしてみると、 50歳前後の武士に指揮された50人余りの若侍がこの騒動を囲むように道の上下をひしひしと固めていた相当の群れも思わず手を控えたがそれと見ていきなり娘が走り寄った父上様おお桃よこれはどうしたことだ 狂犬狩りでござる、村瀬氏。男之助が声をかけた。村瀬喜平が振り返ってみる。いつか大横田から奪い取ったらしい六尺棒を持って、冴えた笑いを見せている男の助の素晴らしい美女部ぶり。そう申される貴殿は父上様。そばから娘が、 いつぞや宮島詣の戻りに杖織峠で危ないところを救っていただいたお方でござります。おおあの時の御仁か。今日もまた偶然父上を訪ねていらしたところへあの浪人たちが来てすでに乱暴をされようとしたのをと手短にさ才を語る。 うまくいったら他流試合にことを託して、言い抜けた上、いくらかにしようと思っていた牢人たちの残りの七八名は、この様子ではとても逃れぬと見たか。へえ、こやつを道連れに、いずれもしねえ。わめきざま、猛然と男の助へ切りつけた。あれ、父上様。娘がさけぶ 騎兵も出ようとしたが、その暇はなかった。体を開いた男の助。えやあ耳をつんざく掛け声とともに、六尺棒が一千二千、風を切って飛ぶよと見るや、額を割られ、肋骨を折られて、瞬く間に五人を打ち伏せる。あまりのすさまじさに残った三人が、ばらばらと逃げ出したが、どっこい。 道を塞いでいた門人たちのために、たちまちそこへ取り詰められてしまった。わーっと上がる門人たちの歓声。神馬大介と大川春部も狂気して駆け寄りながら、わかったぞ、わかったぞ、秋通じとわめき立てた。荒手の道場破り、区伝のコツというのは、 つまり、こちらが本当に強かったのじゃないか。ずるいぞずるいぞ。そうだ。こちらがずばぬけて強く、しかも負けてやった上に、天下の名人だなんて褒めるのだ。彼れでは我々が失敗するのも当たり前だ。そうとは知らなかったぞ。はははは。だから言ったではないか。 男の助はさえざえと笑っていった。今に気候たちにも特進が参るとな。わかってみれば造作のない話。今度は気候たちも成功するに違いない。ちぇ、それを言うな。人馬と大川は首を縮めて、しかし心から嬉しく頼もしそうに。 男之助の顔を見上げるのだった。安芸津男之助、本名は吹雪大三郎、後に三徳と改めた。江戸神田小川町の櫛渕弥平、新道一新流の達人で一橋家の師範役、門下随一の 達者と呼ばれた豪険である。この時の事件が縁となって、彼は間もなく津山港に召し抱えられ、村瀬騎兵の娘を妻にし、津山藩に長く鬼の吹雪三徳の名を残した。神馬、大川の二人がどうなったか、それは伝わっていない。